あもちゃん、兄貴、今井兄貴の50個チャレンジ33個目ですね、今日はですね、サチアカネ白いですね、いいですね、ちょっと小ぶりですけどね、いただきます。うん、うわ、なんか最近のはもうとにかく甘いな、甘すぎてね、あ、果肉はちょっと固めですからね、まあ、後半の桃はあの果肉硬いというの多いですよね、うん、でももうみんな甘いからこれ後半の桃は狙い目ですよ、ちょっと固めの桃が好きな人はね。そうね、今日の岡山あるあるなんですけど、これね、あるあるっていうか、ちょっと僕の個人的な話を今日はさせていただこうかなと思ってたんですけど、これ見てください、じゃじゃん、まあ、タバコなんですけど、僕、4つ年下の弟が いまして、んで、お互いの誕生日に年の数だけタバコをプレゼントするっていう、何がきっかけ、もう10年か20年以上前の話なんですけど、何がきっかけでそうなったかちょっと僕もよく覚えてないんですけど、うん、とりあえずまあ例えば、僕が40歳だとしたら、その年は僕タバコ40個もらえるんです。でも弟は4つ下なんで36歳なんで、僕は36個買って弟にプレゼントするんですよね。で次の年は僕41歳なんで41個もらえるわけです。で弟は4つ下なんで37になるんで、僕は37個買って、プレゼントするわけです。さあ皆さん、この素敵なからくりにもうお気づきでしょうか。毎年僕は、4つ弟よりたくさんもらえるわけですね。お互いのプレゼント交換いうか、とはいえ、毎年、僕は4つ多くタバコをもらえます。わ、このからくりに弟が気づいとるかどうかなんだけどな。まあこのやり取りが、毎年続くことを願って、今年もね、弟が明日誕生日なんでプレゼントしたいと思います。どうかこの4個差のからくりに気づけませんように。いや兄貴って本当にいいもんですね。